からこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙なのぜ。ゆっくりフランだよ。ゆっくりキルノだよ。ゆっくり早苗です。ゆっくりヨウムニョン。前回は谷町線で虚無ターミナル八尾南へ行って、中央線でコスモスクエアに来たよね。今回はまあ見たらわかると思うがニュートラムに乗ってくのぜ。あれ？大阪メトロっていつの間に新交通に？まあ知ってる方も多いかもしれませんが、この大阪メトロ南港ポートタウン線、ニュートラムは、大阪メトロで唯一の新交通システム路線にょん。ってことはポートライナーとかと同じ感じ？まあそういうことになりますね。この路線は確か、ポートライナーに次ぐ、日本で2番目の本格的な AGT の路線だったよな。日本で2番目の AGT 型新交通システムなんだね。しかもこの路線、コスモスクエアからトレードセンター前までは、OTS と呼ばれる別の会社が運営してて、路線内で運営元が違うにょん。地上区間に出てきましたね。南港ポートタウン線は、ポートライナーよりも両数が少なくて、ポートライナーは6両、こっちは4両なのぜ。ポートライナーと違う点がたくさんあると入っても、新交通システム特有の全面展望は取れるのよね。そろそろ中ふ頭駅に到着だね。中ふ頭ってなんかポートライナーにもなかった。そっちは中ふ頭でこっちは中ふ頭、地味に漢字表記とひらがな表記で違いがあるにょん。中ふ頭に到着だな。この駅はインテックス大阪の最寄りで、うつ主も東方のイベントで何度かお世話になっている駅だね。今年受験なのに証拠りもなく功労も行こうとしてるらしいけど、まあ神戸市も困るレベルのバカ主だてしゃあない。全くもって問題しかねえんだよな。大阪南港中央野球場を横目に、カーブを曲がっていきます。ここから先は南港東まで阪神高速4号線、湾岸線塗装というか、2層構造になって走行するのぜ。てかこの南港ポートタウン線に似た路線がもう一つできるって本当？コスモスクエアから2025年の万博に合わせ、北港テクノポート線というのが伸びる予定にょん。あと、近鉄が第三機銃方式と、架空電車線方式に対応した車両を開発して、乗り入れることを検討していたりするにょん。あっという間に終点の住之江公園に到着ね。この南港ポートタウン線は所要時間短いしな。大阪メトロは第三機場も持ってるのか。てか、人工島に新交通システム導入される確率高いのなんで？それは人工島への移動の際に橋を建設する費用を極力抑えられるのがこの新交通システムだからにょん。住之江公園に到着してからは四ツ橋線に乗車して、難波を目指します。住之江公園は、ニュートラムが地上にあって、四ツ橋線が近く深いところにあるから、かなり移動する必要があるね。四ツ橋線ホームにやってきて四ツ橋線の23系に乗車なのぜ。え、バリバリ23系トプナン引いてて草。岸の里駅に到着ね。ちなみにこの四ツ橋線には、岸の里と玉出っていう駅があるんだが、近くに、それらの二つの駅名を取った、南海高野線と本線が交差する、岸の里玉出駅があるんだよね。セリフ取らんでもろて。大黒町駅を発車だよ。この駅は大阪メトロでも珍しい2面4線の駅ですね。四ツ橋線と御堂筋線がちょうど真横で、対面乗り換えが可能になってるにょん。他の駅はだいたい連絡通路を通って、別の路線のホームに移動する必要があるからな。そう考えると大黒町駅ってかなり便利な駅なのね。近鉄線や阪神線、南海線などいろいろな私鉄が乗り入れる、難波駅にまた戻ってきたのぜ。うぷ主によると、この駅である私鉄に乗り換えるそう。もしかして南海電車ですか？そうですから。近鉄で大回りしてから今度は長堀鶴見緑地線向かうそう。結局火の鳥乗りたくなったからじゃないですか。うぷ主いつも懲りないところが多すぎるにょんね。ということで、めっちゃ短かったけど今回はここまで。ちなみに次回ここで近鉄映しちゃうと、完全タイトル詐欺になるから、長堀鶴見緑地線へ向かうところから始めるのぜ。ということでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどしてくれたら嬉しいよ。それじゃあ次回の動画もゆっくりしていってね。